よし、よし。とりあえず始めよう、ステージ。ズドン。ここは和室です。和室。あ、絶対お父さんだ。健一が。あ、イエーイ。やったー。健一はあなたに刺されたのをダニのせいかと疑って畳に殺虫剤を散布しました。畳か。バーカ。いやでもこれは悪条件だぜ。健一。さらに畳に触れた。いやいや、そんな積もるとこじゃないでしょ。怖い怖い怖い。あ、なんか言ってたよ、大事なこと。エアコンの風に注意してください。なんか大事なこと言ってたけど、まあ一回始めよう。まあいいか。俺たちはその場その場の一発屋だ。そう、今を生きてる。今を生きてるから。あんた何やってるのよ。寸止めしようと思ってたの。かゆい、やられた。怪我するような趣味はやめなさい。生け花こそ日本の心。どうだ、レナもやってみないか。やだ。お父さん、和室の畳にダニ用の殺虫剤かけといたけど。うん、これで虫に刺されはせんだろう。安泰じゃ。ダニなのかな。あ、でもいい趣味してんな。あ、何あの蚊取り線香バリア。なんか、もう鼻浮いてんのかと思った。まずか、頭に鼻が。どういうことなのこれ。かわいい。かわいい。でも、やばいね。罠がめっちゃあるよ。だってね。まあ、2ポイントあるね、と。畳と蚊取り線香の煙に気をつけてください。うわ、やばいじゃん。いきなりじゃん。こんなにやるかよ。一回離れようか、じゃあ。こうかな。でもなんか、どうだろうね。ギミックがある感じはしないんだよね。そうだね。その分楽かもしれん。素直な戦いになりそう。え、なんか。ああ、エアコンの風だ。ちょっと、えぐくない？あ、でもこの。右側は。ちょ、俺の予想していい、うん、このエアコンの風が吹いて煙が横に行ってる間に吸えみたいな。あ、そのパターンなんだ、逆に。はあ。ちょっと、どこ？とりあえず観察しようか。見たくもないけどね。いや、貴重だよ、お父さん見れるのって。普段そんなじっと見れないからね、お父さん。お父さんが頭に。あ、あった。あれ、いける？でも、どっち側？あ、どこだ？左手？顔だね、完全に。あ、汚ねえな。よし、じゃあ次行こう。ブレーキして、ここならまだバレてないんだよね。結構いけそうな。今めっちゃ見たけど。大丈夫、お父さんは鼻にね、もう釘付けだから。暑い。いける？うわ、最悪だわ。もう無理だわ。完全に中じゃんこれ。最悪だわ。キッスじゃん、キッス。チッスしちゃったよ。チッス。うわ、いいね、切ったね。でもすげえ吸えない、なんか。やっぱ血液が、皮が薄いからだろうね。ドバドバよ、こんな。やっぱ唇とかすごい、切れたらすごい血出るじゃん。確かに。弱いね、皮膚が。めっちゃ吸える。ただ3タンクだからね。ここは、半分は吸っときたい。うわ、なんかマック食いて。どういうこと？いやでもいいね、かなり順調に。このままこのペースを維持できれば3タンクいけるんじゃないでしょうか。ぜひ私に。いや、これどうする、勝ち逃げする？いや、もう維持撃必殺。とりあえずバトルになってもいいから逃げよう。オッケー逃げよう。こっからバトルになってももう構わないわ。よし、大丈夫大丈夫大丈夫。ブレーキ、オッケー。よし。結構俺って止まることを知らないよね。忘れるよね、壁に行くみたいな。さあ、あと一箇所かな。さあ、どこだろうな。どうなんだろうね。やっぱ頭。今までさ、二箇所同時に出てたよね。でも今回は出てないから。でも周り見てもギミックがありそうな感じはないし。出るのかな。確認しよう。ちょっと上から見るか。そうだね。あ、俺なんか頭が疑わしいんだよな、この。違うね、違うな、今のは違う。ちゃんとサンタンク吸ったよね。
ちょっとだね不自由、日本語が不自由ポイントあるかな。熱い。あ、手にある、手マジ、あ、左手だっていうか、こいつ熱いのお前の周りが修行よね、もうこんな一回、一回、一回結構この机、うちにある。わかる、それるこのね、彫りが入ってるやつね、わかるわかる、うちにもあるよ楽しい、このゲーム。家によってはね、あの透明のビニール乗ってる。ああ、乗ってるわうち乗ってるわ、傷まないようにね。で、そこタバコでなんか焦げて、あ、なってるわ、うちうちなってるわ。でもあれだわ、大掃除で綺麗にしたわ。あるある。よし、この煙の合間を縫えば隙間は安全みたいだしね。あれ、出なくなっちゃったね。来るぞ、来た、あ、出た、いけいけ、いけいけ、ガバガガバガバなんだよねそんなね、煙意味ないね、こんだけやって。おいおいおい、おめえの娘の方が強かったぞお父さんの体もボロボロだ。なんかお父さんはあれだな、明鏡止水っていうかすごい趣味だよね、ジャージの割にはね。何なんだろうね、普段家にいるときはジャージで、しかもなんかハゲててハゲ悪口言うなよ。でもなんか柱よ、家族のあれなんだね、頭に花とかつけて、そういう女装的な趣味があったりしてみたいな。頭に花って普通なのかな、この趣味の人は。いや、俺頭に花をつけてるのは本当になんか幼稚園ぐらいの女の子ぐらい逃げよ、赤い、よーい、おいおいおい、おい、見るな、こっち可愛い。うお、やばいじゃない、ちょっとそれ、針よ、針、いや事件だよこれは。ちょくちょくそういうベタベタなの入ってくるよねベタベタっていうほどさ、予想できないけどね。危ない危ないっつって、あれ頭に刺さるのは全然予想できない。さあクリア、バトルになんなかったね今回は。今回正直あっさり、あっさり。お父さんはなんかちょろいね。いや強いかと思ったんだけど、やっぱなんかあれだね、男だと容赦なくぶん殴れるからいいわその相手が女だとみたいな。やった友達だ。なんで C のポーズすんのそれ。あやか、うわーずり、マジか、はもしずり、うわーマジずり、極めて無防備です。無防備、やったー、うわーずるいわ。もうポイント100個くらいあるんじゃない。うわーずるいわ、無防備すぎて。いいとこにポイントあってほしいわあ、来た。なんか音もメガネ光ってるけど、まあでもあやかには刺激強すぎるからお嬢様つってたからね、ガイのようなどうなってんだ、どんな人だろう、気になるよ。いやまあでも俺にはそのいるから。でもこれ外しパターンあるよ、お嬢様っていうその期待の後の外しパターンあるから多分。いや大丈夫、焦ろ。いやでもさ、なんかさ、可愛い子の友達は可愛いじゃん。いや俺は疑う。なんかちょっとやべえやつ来た。いや、あの子無防備すぎる。うわ出た出た、そのあれだ。あ、一人だ、しかもあのディスコとか行くタイプ。あ、そっち系。吸血ポイントが多いです、頑張ってください。多いんだ逆に、頑張っちゃうぞ。3つ、しかもすでに出てるからね。いや、これはおい、ガバガバかお前。これなんか今までの苦労が報われる感じがするわこれは。あ、なんかやっぱでもなんかメガネしてた気がするんだけど。あ、メガネ系だ。好みかよ。あ、正面だ正面。でもやっぱめっちゃ目がいい、メガネで肩周りがおい、やめろよおい、下げんなよ下げるなよ。じゃあなんかさ、悠々白書のトグロ弟が 100% になった時みたいな正面肩周りの角張り、アタックがすごい、アタックが。あ、今脇が、あ、ピッと、で押し込み。あー、処理がしっかりしてるねそういうとこ見るか。いや大事でしょ。いやでも夏とはいえこの格好はね、え、なんかその体に対して腕細すぎおい下げんなよ
あ、間違えたじゃん、もう間違え下げるから。間違えたのしすぎでしょ。スティックボローンってやっちったよ。ボローンやめてじゃねえ。あれもう消えんのが早いな。俺なんか腕細すぎじゃん。やめろよ、言うなよ。言われるまで俺何とも思わなかったから。しかも、ね、早い。なんか俺が描く絵みたい。そうそれさ、ちょっと操作がさブレブレになるからやめて。嫌いになってきたわ。嫌いになってきた俺。俺は別に嫌いじゃないけど、なんか俺が描く絵に似てるし。それ嫌いでしょ完全に。体と腕のバランスが俺の描く絵に似てんだよ。頼むよ。でもタンクは1個だけなんだ。そうだね、早期退散だわ。じゃあな。ただ厳しいんだよこいつ。ぶん殴ってくる。いやもうさ、肩幅のこと言われたから気になってしょうがねえよ。その肩幅に対しての腕の貧弱さっていう。やめろよマジで。可愛いだろうね。ほらもうボタンだって閉まってないんだよ。あれだよね、そういうタイプの子いるよね、そのリトルグレイタイプの子。エヴァンゲリオンみたいな。あ、最近流行りの初号機系女子。流行ってんの。絶対流行んないでしょ。背中だ。だってそこの位置でさ、もし正面だったら大変なことになる。早くない？ちょっとなんか優柔不断っぷりがすごい俺に似てる。よし。あっち行ったりこっち来たりさ。でも背中なんか叩かれなそうでいいね。いやでもあれだよ、手長いから。赤いぞ。危ない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 。ヒヤヒヤだね。あーやばいね、これ何でやっぱこれ。うわーバトル、もうやだ。地球外生命体。戦いたくねえよ。怖い。ちょっとなんだよ、どっちなのそのキャラは。お嬢様系なのかさ、か弱い系なのか分かんない。その動きやめろや。今日一でおもろいわ。何やね。絶対エヴァンゲリオンでしょ。シンジ君の初めての操作だよこれ完全に。歩幅の小ささがいい。やばいやばい、つや終わりが見えねえよこれ。弱点どこ。もっと歩幅広げろや。あったあったあった。スライド移動してんじゃん。あ、狙いやすい。肩幅広いから狙いやすい。ちょ、やめて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 、もういい。お腹いっぱい。腹いて。早いんだよいつも。もうちょっともうあれ見せないで。見せないでってことある。よっぽど下手なホラーより怖いでしょ。すごかったよね。いや笑っちゃうあんね。なんだよあの足の動き。手と足の動きがね。あとは前足だっけだね。あ、いいとこにぶつかったじゃん。いや全然うまみがないよ。もう若干嫌いになってんじゃん。このことだって早いんだもん。すぐターンするチャンスがなさすぎる。ちょっと分かった。あ、やばいぞ。またやつが。やめて。危ない危ない。あれタンクめっちゃあった今ここに。さあほら、え、取っちゃえなよ。これ取っちゃう、いいの？これが EX タンク。こんなまとめておく？おお。やっとだよ。あーって。声は可愛い。もうバレてるでしょ。危ない危ない。ムクソ書いたじゃん今。これでしまいかな。もう一箇所あったもしかして。やっぱりなんか肩と腕のさ。そんなことない。細いから。見えるけど。あ、エクストラ何って出てたよ今。タンク取ったからかな。鳥ゾン。何、あ、メガネ落とした。嘘。あ、
メガネ落とした。待って待って、今一瞬出たよね。出た出た。あ、もしかしてメガネ落として見えないから顔面とか。え？え、メガネ？すごい絵だぞこれ。メガネってそんな見つからないの？そんな転がっちゃう？え、メガネついてね、しかも。おむすびコロリンかよ。え、待って一瞬。あ、やっぱ顔だ。ちょっとずっと待って。これ待たないとだね、一瞬ここで待ってる。おおってこれさ、一瞬待つシステムだよね。そうだね、このなんかで、あと気づいたらやっぱ旋回はダメだ、動いちゃうからその場から。お、素直に回ってきたじゃねえか、メス犬が。おい、やめろや。俺の子になんてこと言うの。ほら逃したすごすごいとこですね。ここ俺経験あるわ。やだね、まぶた、眉毛とかも超嫌だよ。あ、眉毛のそのあるわ俺。顔はね、痛いし痒いし傷つくし。あのさ、眉毛にさ、眉毛状にニキビみたいのができると超痛いの知ってる？あ、わかるわかる、痛い痛い。毛が刺さっちゃって。何の話してんの。いや、毛が刺さる痛さは知らないけど。これいけそうだね。うん、あ、俺も目痒くなってきた。あ、でもなんかメガネ外したら意外に可愛いじゃん。でしょ、うん、え、待って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 。え、何何、エクストラが始まっちゃったんだけど。しかもなんか座れてる間素直に動かない。あ、でも赤くなってきたから気をつけて。逃げようか。あれ、とりあえずクリアになるんだ。目が悪くなる場合があるので気をつけましょう。え、肩おかしいって今見た。見てない。見てない、見てない。多分3回転ぐらいしてネジ折れてた。メガネ、メガネ見つからなすぎでしょ。あ、こういうところは可愛いかもしれない。可愛い、こういうところは可愛いかもしれない。現実にいたらわざととしか思えないけどね。ぶん殴っちゃうかもしれない。いや、そこまでは俺しないけど。疑いはするけど。いや、ついに大将にも女ができて、おめでとう。いや、女の子はいたけどね、一応。いや、でもいい。女の子、女の子って年じゃないけどね。女の人、うん、たださ、EX タンク取るとやっぱ難易度が上がるね。うん、でも EX タンクのやつが、あ、でも一つしか血が満タン、満タン、タン、ジョジョタン、テキョッテ、サラスベラボス、ブラブレイツイス、サラスベラボス、ブラブレイツイス。分かったのはEX タンクを取って、なおかつEX タンク分を吸わなきゃいけない、吸わなくちゃいけない。今 3% ってなってるね。そう、つまり俺たちはEX タンクはやらないかもしれない。うん。そこまで絞り尽くすようにはやらないかもしれない。Yes。 まあまあまあ、2もあるからね、このゲーム。そうだね、うん、そうです。とりあえず今回はここまでにしよう。そうだね、おしまい。大将の女、やめろよ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、オレをクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。